と？外で何かあったみたいね。外って、みんなに何か？彼女たち、律者と戦ってるみたい。止まった時間もそろそろ動き始めるわ。言ったでしょ？キアナ、あんたは一人じゃないって。支配の律者の力が弱まったわ。準備はいい？キアナ。わかってるよ、姫子先生。さて、最後にあと少しだけ付き合ってもらうわよ。セーフレイヤでのこと、まだはっきりと覚えてるわ。あんたが入学したての頃、最強のバルキリーになるって騒いでたわよね。ちょっと目を離しただけなのに、もうこんなに成長しちゃって。本当のことを言うと、あんたたちの成長を見守りたかったわ。セーフレイヤに戻って、授業をして、一緒に訓練したかった。黒板に字を書いて、部屋に戻って、一杯いただきたかった。セーフレイヤでのあの時間は、私にとって、かけがえのない思い出よ。もうそれができないと思うと、悔しいわね。この先、道はまだまだ長いけど、私は、もうそばにいてあげられない。でも、大丈夫よ、キアナ。あんたが私を失望させることはないわ。覚えておきなさい。あんたの周りには、たくさんの人がいて、あんたを支え、守ってくれている。その中には、私もいるの。私の旅は、ここまでよ。ここからはキアナ、あんたの道。あの扉をくぐったら、ここのすべてが消える。そうだよね。わからない。でも、そうだと思うわ。セーフレイヤーのみんなによろしく言っておいて。うん。メイにはその選択を応援するけど、次は友達にあんなひどいことしちゃダメよって伝えておいて。伝えておくよ。それとブローニャの成長を喜んでることも、きっと優秀なリーダーになれるとあの子に伝えておいて。うん、私もそう思う。フカには、これから先もう会うことはできないけど、セーフレイヤーがあろうとなかろうと、あんたはみんなの委員長だって伝えておいて。うん。これからは学園長だけがあんたたちの面倒を見るんだから、ちゃんと言うことを聞いて怒らせちゃダメよ。学園長を手伝ってあげて。いつも強がってるけど、本当は私たちよりもずっと、大変なのよ。わかってるよ。あ、そうだ。ラグナ隊長は、リタとデュランダルの先生でもあったわ。機会があったら、隊長の意思を彼女たちにも教えてあげて。任せて。最後に、キアナ、あんたのことだけど、私はずっと、あんたのそばにいるわ。キアナ、あまり気負いすぎないで。今は夢の中。夢から覚めたら、みんな前に向かって進まないといけない。別れを恐れないで。過去に別れを告げるのは、未来に向かうためだから。わかってる、姫子先生。わかってるよ。
ってん。ごめん、姫子先生。わかってるの。こういう時は、笑って別れを告げて、あの扉をくぐるべきだって。ここが記憶の残影で、現実の方が戻るべき場所だって、わかってるのに。でも思っちゃうの。あの扉をくぐらなければ、時間は永遠に止まったままで、この瞬間がずっと続くんじゃないかって、さよならを言う機会すらなかった。話したいことがまだたくさんあるのに、偉そうに言った目標もまだ実現できてないのに、これは夢はいつか覚めるものだって分かってるから、ちゃんと戻って千人律書を倒して明先輩を連れて帰るから、第十一律書も第十二律書も終焉の律書にだって買ってみせる。この完璧じゃない物語を私たちの望んだように変えるから、ただそれを姫子先生にも見せたかった。見れるに決まってるわ、キアナ。あんたが望めば私もちゃんとそれを見届けることができる。私はあんたの心の中にいるんだから。あんたを見てると自分の子供の頃を思い出すわ。母の葬式で私はどうしようもないくらい泣きじゃくって、父の腕を掴んで離れようとしなかった。しばらくしてその場に残っているのは私と父の二人だけになってたわ。長いこと父は私の頭を撫でてくれてた。顔を上げて父を見てみると、その目は赤くなっててね、私と違って静かに涙を流してたの。でも父はこう言った。大丈夫だ姫子、母さんは星になって空の上から見守ってくれていると。今まで父はそういった表現をしたことがなかったし、慰めの言葉も不器用だったわ。けど今でも私はその言葉を信じてる。キアナ、あんたが信じてくれるなら、私は星になって空の上からあんたを見守ってるわ。たとえ明かりが消え月が輝きを失っても、ずっと変わらないかすかな光があんたの進む方向を照らしてる。だから恐れないで、私はいなくなってなんかない。生徒のため前に進む力になってやることが教師にとって最も望む結末よ。わかってる。すべては終わり、変わっていく。その変化はあんたの世界を丸ごと変えることがあるかもしれないけど、でも大丈夫。それがこの世界で最も強い力、人々に希望や道を切り開く力を与えてくれる。うん。迷った時は星空を見上げなさい。私はそこであんたのために夜を照らすから。ありがとう姫子先生。私そろそろ行くね。え、行ってらっしゃい。前に進みなさいキアナ。恐れず大胆に、私はこれからもずっとあんたを見守ってるわ。だってあんたはこの村田姫子の生徒だもの。姫子先生。ん？先生の生徒になれて嬉しかった。先生に出会えて私幸せだよ。私も同じよ。行きなさいキアナ。じゃあね姫子先生。
行きなさい、キアナ。みんながあんたを待ってるわ。キアナ、あんたは私の誇りよ。